はい、こんにちは、ピクチャラスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、このキーボードケースシリーズになっていろいろ内袋なんかも作ってきたんですけど、このアダプター入れを今日、二重裏地付きのですね、巾着袋でちょっとミニのサイズで作ってみました。でこれでもう最後になりますね、このシリーズは。で、ちょっとまあこれご紹介します。で、前の動画のごめんなさいね、私ですね、前の動画で、裏地にバラ柄を使うから、バラの柄の柄が出るところが見えるみたいなこと言っちゃったんですけど、変更してその後裏地にね、キルトかけたんです。で、ふんわり刺して、それを裏地にして、表地は他の内袋の楽譜立てだとかね、キーボードの内袋と同じように、この何もキルトとかかけてない状態にした方が統一感あるなと思ったので、こういう風にしてみました。で、生地の方はね、ちょっとこの後に、生地でだけで写真を撮ったので、こんな生地だったんだよってことを写しますね。はい、こちらこういう生地ですね。このバラの柄ですね。こういうクラシックなバラらしいバラというかな、なんて言ったらいいんでしょう、クラシックですね。やっぱり古典的というか、このバラ柄がすごく好きで、なかなかないんですよね、たまにしか。それなのでね、ちょっと生地屋さんでちょっといろんなコーナーを見てみたところ、やっとコットンですね、これはね、アメリカですね、これね、アメリカ製のものですけどね、アメリカはプリント柄結構あるんで、コットンがね、ベースがコットンのプリントっていうのは多いです、花柄ね。で、こちらだったんです。これが細い紐になると分かんなくなっちゃうんですけど、ただこのベースのピンクの色がすごくいい色なので、これがコントラストが効いて、で表地である、その表地というか、このものを作るには表地だけど、まあ、全体としては内袋なんですけど、茶色、土のような色がこのバラの色の中に入っているっていうことですね。素敵ですよね、なんか発想が。バラの柄をそのピンクにするんじゃなくて、バッグをピンクにしておいて背景をね、でバラの柄を抑えた感じのモカ色で表現するっていう濃淡で、なんかその発想がこの柄に関してはすごく好きですね。はい、ということになります。これ色違いの展開がなかったので、これだけだったんですけどね、素敵な柄だなと思って使いたいと思ったんですけど、まあ、あまりにたくさんも入手していなかったので、結局は全部紐だけを作って終わったわけですね。その代わり、たくさんある土の色のような茶色、あれを内袋で全部統一できたので、そこのアクセントでこの紐を使うっていうことで、この仲間なんだと。このいくつかその楽器ケースなんかでも、この他の付属品がいくつかあるもの、楽器ケースじゃないにしても、何か機材とかそういうものでも同じように一緒に使う仲間なんだけど、カメラならカメラなんだけど、三脚とじゃあカメラ本体とか、なんかそれに付随するバッテリーとかですね、そういうのと一緒に持つセットにするときに、同じ素材で同じ作りをしていると、誰が見てもこれは仲間なんだなって分かりますよね。その分かりやすさって結構素敵じゃないかなと思うんですよ。なんか分かりやすさが素敵ってちょっと変なんですけど、統一感ってことですよね。なんかそういうのがパッと見ただけでも、何も言わなくても分かるっていうことの、なんか それって伝わるってことじゃないですか。なんかそこにちょっと良さをね感じていますので、今後もそういうパッと見て何かを理解できるような、そんなメッセージが込められたような、言いたいことというかね、なんかそういうものを作っていけると結構素敵なのかなって思います。バラバラで作るより、これは一緒の生地で同じような作りで作ったっていうところが特徴なわけで、まあこれも別にスライドさせながら別のやり方で応用できると思うんで、こういう考え方って一つあるかなって、仲間のものをどこか共通にしていくっていうことですね。まあそんなことのヒントになりましたね。はい、では続きます。はい、ということでね、生地がああいうバラ柄の、なんか古典的ですよね、ああいうバラが好きなんですよ。そのクラシックというかね、本当に古いヴィンテージのような雰囲気があるバラが好きでっていう、バラ柄でもいろいろあってね、ちょっとそんなこだわりでした。で、アダプターこれですね、アダプターって呼ぶんですかね、いいんですかね、これね、スイッチというか。で、これをコンセントをこのまま、まあこういう風に入れて、中にキルトがこういう風にかかっています。で、このキルトなんですけど、
以前、いろいろキルトの裏地付きの、その、まあ、これを表にして使うとかそんな使い方もしながら、3センチキルトと5センチキルト作ってきたんですけど、今回ね4センチなんですよ。3と5の間の4センチがどのような雰囲気かっていうところが、ちょっと今回ならではの新しい初めてやったやり方になります。結構小さい袋なんですけど、4センチでも十分ね、あのなんていうの、たくさんのキルトが出てきているので、柄がこれでもいいんじゃないかなって思います。3センチよりそれは楽になりますよね。1センチ違うだけで、少しの線がね、1センチずつでもこのマスが1、2、本数が1、2、3、4、5あると、5回分ね、ちょっとなんていうの、5センチ分変わるわけだから、そうすると1回分線がなくなったりして、それが表と裏と両方だったりっていう感じになると、より4センチは3センチよりちょっとだけスムーズで、で5センチほども粗くないから結構細かめに柄が出るんだよっていうことですね。でもう今回はこう使い方はこっちがいいので、こういうふうにもう一回ひっくり直し返しまして、中でふんわりさせる感じですね。中でふんわり守る感じのクッション性をちょっと入れて、でこれをこういうふうに入れて、キュッと口をひま しもありますね。ちょっと長すぎたかなと思ったんですけど、こうやって結べるからいいかと思ってね。バランスはそんな感じですね。ちょっとこういう変な感じ でこれをパンって下に落としてても大丈夫、ふんわりする感じ。まあそんな落としたりとか簡単にはしませんけど、ちょっと守られる感じのものに出来上がったわけですということになりますね。じゃあこれも最後にキーボードにどこに入れるかって入れてみて終わりにしたいと思いますね。これキーボードケースなんですけど、これの右端のところがねちょっと空いています。で内袋を作ったので、内袋がこういうふうにあって、でこれが楽譜立てを作ってあったやつが、楽譜立てこの真ん中ぐらいに来てますね。で一番左に寄せると右側が少し空いているんですよ。これ空くんですね。10センチぐらいですかね。でここにこれを入れるっていうことにします。まあこういう風に入れればいいかな。今回の場合はこっち向きに入れる、縦にこういう風に入るわけなので、別にこの左右対称 のキャラメルみたいな、飴みたいにキャンディーみたいな風に作るんじゃなくて、これはこういう風にずっしりと重みがあって、このままバッグの中に忍び込ませるみたいな感じですね。という使い方でやればいいかなと思って、こういう形にしたわけですね。はい、ということでちょっと締めていって、はい、こういうふうに締めていきますね。そうするとこんな感じでキーボードケース、内袋がいくつか入ったキーボードケースが出来上がりました。なのでこれを持ち運ぶときは、持ち運ぶっていうと、もうそれを使う、なんかちょっと演奏に出かけるみたいな感じで、まだそんな時期来ないかもしれないんですけど、一応お部屋の中での収納っていうのはこれで、インテリア的な感じでですね、出来上がったかと思いますね。で、それでこのようなね、ちょっとね、ちょっとした隙間があるんですけど、こういうところに入れて、あまり支障のないように、邪魔にならないように、他のものを置くための邪魔にならないように収納していくっていう、こういうシーンです。はい、ということでこのシリーズもう終わりたいと思いますね。それでキーボードって言ってるんですけど、あんたキーボード弾けるのって感じなんですけど、ちょっとこれからコードをちょっと少しずつ趣味として勉強していきたいなと思っているので、もしかしたらキーボード登場してコードを覚えたら、そのコードでなんか曲作ってみようとか、そういうのちょっとやっていくかもしれないんで、なんか今までそういう場面の動画の内容はなかったと思うんで、ちょっとリラックスした感じ、なんかハンドメイドのバッグとかだとちょっと真剣に張り詰めた感じなんだけど、ちょっとそうじゃない、音楽の分野はもう全然プロとかそんなんじゃないんで、もう楽しむ感じで、もう何か一つのこんな風に気軽にコードから曲ができていくんだよ、素敵だねということをご紹介したいと思います。なんかプロの人だと逆にね、私もね動画でなんかたまに見させていただくと、すごいジャズなんか厳しいみたいで、変な風にジャズなんていう風に呼ぶと、もう呼ぶ汚れるみたいなことをなんか聞いたこともあるんで、そうするとちょっとそういうやり方しちゃうと、何もこれから音楽って基本的にメロディーって自由だと思うんで、ベースはもともとはね、なんでそういう風に自由に音が
なんかこうつなげられることを、なんかそういうのってくくり縛りがあるんじゃないかなって、決まりがある、確かに決まりがある音楽はあるんだと思うんですけど、その道を行ってる人は多分それが正解なんですよね。でもそうじゃなくて何々風っていう風にもなるかもしれないんですけど、でも和音からメロディーを和音というかコードを使ってメロディーを作っていくっていうことに関しては、誰だって自由に作れるべきであり、なんか音楽ってそういうものであるべきなのではないかと私は思いますので、でそういう感じのなんか例としてね、ご紹介できたらと思っています。そうするとなんかコードってこんなに素晴らしいものなんだ、これを覚えればこんな風にメロディーができていくんだってことを何か私が伝えることができればなっていうところまで生きればと思います。まだ私はコードを知らない状態なので、ここで自分が覚えていって、でコードをベースにしたメロディーの付け方っていうのはね、そういう風にちょっとそういう順番でやってみるやり方を自分もやっていきたいと思います。ありがとうございました。